皆様こんにちは。株式会社クラスクの米崎と申します。本日はよろしくお願いいたします。以前私のお話を聞いていただいた方もいらっしゃると思いますけども、今日は、全く同じ話になる部分もいくつかありますので、その点をご了解いただきたいと思います。今日はですね、差し上げている資料のこの青のパワーポイントで印刷したもの、これをベースに今日お話をさせていただきます。中に黄色い会社案内も一部挟ませていただいていますけれども、これは若干触れる程度で、基本はこのプレゼンテーションの青い部分を使ってお話をさせていただきます。で、皆さんに今日お米をお配りしていると思いますので、ぜひ持ち帰りになって袋を開けるときに社名を思い出していただいて、で2部でお漬物会社さんがありますけども、それで両方食べていただいて、ああいう会社があったなと思い出していただければなと思います。お米はですね、北海道のお米なんですけども、実際にはお米とゆかりがあるわけではなくて、ただクレストの社長の根本は北海道出身なもんですから、せっかくならお米にしようと、北海道のお米にしよう、北海道のお米を入れさせていただきますので、他にタイは全くございませんので、ぜひ召し上がりいただければなと思います。それでは早速ですね、お時間もあれですのでご説明申し上げてまいります。で、私の自己紹介を簡単にさせていただきます。で、私はもう今年の7月で、丸24年になります。で、クレスコが店頭公開と言われる、いわゆる株式を公開する時のタイミングで、クレスコに参りまして、それで、今までずっと、こういったお仕事に関わらせていただいているということであります。で、出身校を見ていただければと思いますけども、私ですね、なんでこんないろいろエピソード書いてあるかと言いますとですね、今日は皆さんとお別でなかなか細かい話はできませんけども、印象を残すためというのがありますけども、こんだけ書いてあると、どれかで皆様と会話ができるかもしれないなと思ってですね、終わった後でも考えませんので、ちょっと声をかけていただければしたいなと思っております。で、ただモットーとしては私がいつも大事に考えているのはピンクで書いてますけども、基本的に伝えるということですね。ですから実態を伝えるということを大事にしたいなと思っていますし、私は立場としては確かに会社の人間ではありますけども、仕事の立場で考えた場合には半分会社ですけど半分社会と思っていますので、ある意味客観的にいつも会社を見るように心がけていますし、ある意味私も個人では投資をしてますので、投資家の皆様から見た場合の会社はどうあるべきかとか、どういったことをやはり説明しなきゃいけないのかということを常々頭では考えておりますので、そういった意味で、ある意味ちょっと会社から距離を置いた形での、話をしてみたいなと思っております。では早速、最初のページの目次ですね。で、目次は今日4つありますけども、ウェイトが高いのはまず1と2の部分で、若干時間を長めに高く。で、3番目はあくまで直近の業績ですけども、もう時期に第3クォーターの決算発表がありますので、今日は右寄り情報はできませんので、あくまで第1四半期までのお話、プリペースでの業績のお話をさせていただいて、第3四半期の決算日は2月の5日の火曜日の来月の第1週目になりますので、それまでお待ちいただくということで、今日はあくまで第2クォーターまでの話ということに限定させていただきます。で、最後は経営指標と株式運用というところで、特に還元のところをお話をしたいなと思っております。じゃ、最初まず会社がどんなものかというのは、特にセクターで分かりにくいセクターに通しております。情報通信っていう形のセクターで非常に幅広い会社がかなり入ってまして、パッと見ですと結構わからないんですね。特に我々 B2B に特化している会社なもんですから、我々が日々やってる成果というのが何をやってるかほとんど見切れないのが実情です。で、ホームページに書かせていただいている量も実はほとんど書けてないんですね。これはお客様との間でどうしても守秘義務の契約があるものですから、どういった仕事を具体的に何しましたってなかなか書けないというのが実態としてあります。ですので、どうしてもオブラートに包んだような情報はどうしてもホームページのサービスの分野にはたくさん書かれておるんですけども、今日は
まあ、許可を得た中で部分では若干お話をさせていただいて、少しでもイメージを持っていただきたいなと思っています。でまず最初に我々があのお伝えしたいのは、この出てますけど非常にシンプルな言葉ですけども、まあ、つなぐ技術っていうところでコンピューターシステムを使っていろんなものをつなげていきましょうといったところの仕事をしている会社だと思ってください。で多分皆様もあのパソコンとかコンピューターって言葉はあまり思い浮かべなくても、通常コンピューターの成した技を結局皆さんは何かで使ってらっしゃる日常の中で、一番近いですと銀行の ATM かもしれないし、最近ですとインターネットバンキングっていうことで、まあ、スマホとかでも入出金できますし、株式の購入ですとかそういったものを基本的にはスマホがあれば済んでしまうと、こういったものを実際はコンピューターとコンピューターをつないだりですとか、皆様の端末とホストコンピューターをつないだとか、結局つなぐっていうことを何かしらのコンピューターを介してやっておりますので、我々はそういった人と人、物と物、情報と情報をつなげていく仕事っていうのは基本の業界であります。で我々はこのクロボという表現を使っているんですけども、先ほど申し上げたように、基本的に我々は表立って何しましたってほとんど言える立場の会社ではないんですね。ですから我々がやったことの成果というのは各会社さんの成果として世の中に出ていますので、実態として我々クレスコンはどの部分やってましたっていうのは本当に出てこないので、常々我々は後ろにいる会社というふうに思っていただいて結構でございます。独立系企業ですので、オーナー企業ですので、特にこの系列にあるということではございませんので、まあ、幅広くいろんな仕事をさせていただいている会社であります。で次にですね、そういったコンピューターを使ってつなぐ仕事をしてますよといったところで、我々の仕事の仕方なんですけれども、まあ、昨今いろんなコンピューター関係の中ではカタカナでいろんな言葉で表現はされています。一番最近の言葉を使うとデジタルトランスフォーメーションという非常に分かりにくい言葉を使うようになってきました。簡単に言ってしまうと、あのデジタルっていう、まあ、コンピューターを使って経営をもっと革新的にして、世の中の元気をもっと作って、当該の会社の企業価値を高めましょう、競争力を立て直ましょうっていうことを言ってるんですけども、どうもこの業界カタカナが好きで、なんとなくごまかしてしまうということがありますけども、先日目でいくとクレスコの仕事というのは、お客様からこういったシステムが作ってほしい、こういった仕掛けを作ってほしいと言われたら、あ、分かりましたという形でオーダーを受けて、個社ごとに作る仕事をしています。ですので、会社によっては広くあまねくいろんな人が使えるような感情分野みたいなんですね。相手がパッケージを作って、いろんな会社にもこう当てはめられるものを作る会社もありますけども、クレスコはそういったことはほぼやらずに、いろんな会社さんごとにオーダーメイドで作っていくという会社ではあります。ですので会社の数のお客さんの数があって、かつお客さんの数でもだけではなくて、お客さんの部門がありますので、お客さんの部門の数、それから部門の中でもオーダーがいろいろありますので、かなり広範な実績を持っておりますが、何々をやっています、何々が強いですね、非常にしゃべりにくい業界にはなっています。いずれにしてもお客様から頼まれたものを作るシステム、ソフトというものを作る会社で、受託開発会社といったことがまずクレスコの原点にあるというふうに、今日は覚えていただければ非常にありがたいです。で実際にじゃあどんなところをやってるかというカバーの、要はポジショニングなんですけども、この円で書いたところが基本的にクレスコが中心にやっている仕事です。ただいろんなところに多岐にわたっています。インターネットサービス業界に引っかかる仕事もやってますし、コンサルティング業界に引っかかる仕事もやりますし、中心はシステムインテグレーターというシステムを作っていくというのを中心していると。それからそういう中でも B2C に若干寄ってるお客さんに近い仕事もやってますけども、基本は B2B というと、非常に B2B を軸足にした会社だということだけは今日覚えていただければ。ですので、我々の仕事は結果としては B2B2C になっていると思います。ですので、我々のお客様から皆様の方には多分行くんですけど、我々はあくまで、B2B に特化した会社です。
で、プレスコはあのオーナー会社と申し上げましたけれども、実際我々の会社は合併している会社です。で、あのテクトロンとメディアリサーチ2つの会社があって、テクトロンといったところにいた創業者が今現状のプレスコの会長でおりまして、メディアリサーチにいたものはですね、すでにもう退職しておりまして、現在プレスコにはおりません。株主としての存在はしております。で、この88年合併して、この88年というタイミングが実はとても大事なタイミングで、ちょっと歴史の話になるんですけども、皆さん Windows95 っていうのを聞いたことがあるかもしれませんけど、約1995年っていうところの7年ぐらい前っていうのが、ちょうどコンピューターのシステムが大型のコンピューターと呼ばれるものからだんだん小さくなってパソコンに向かっていく時期ですね。で、ちょうどその向かっていく時期というのは、ちょうど各会社さんに大型コンピューターは入れられませんけども、パソコンになってくれば各企業に入っていっている。ちょうど潮目のところであります。ですから、コンピューターシステムが普及していくちょっと前にプレスコを創業させていただいて、このパソコンっていうものとインターネットっていうものがカットが一気にこのいろんな企業に当たり前のようにこうシステムが入っていく、そういった流れに乗ってきた会社だというふうに考えていただいています。ですので、非常に時流に乗ったスタートをして、で当然その間に IT がぐっと伸びて、IT バブルが崩壊をして、で一旦また IT が伸びかけたところでリーマンが提携して、という中で非常にこのダブルの動きの中で、まあ、なんとか今まで成長してこられた会社だというふうに考えています。で、代表者はちょっと写真だけのご紹介恐縮なんですけれども、あの皆様から見てですね、左側の方がですね、岩崎で県会長でありまして、プロフィールが書いてある通り防大出身で体育会系でございます。で、もう80に近いんですけれども、まだまだバリバリの現役で、会社を職場しております。で、根本、社長の根本の方は14年に社長に就任してクレスコの1期生であります。ですので、まあ会議の社長ということになります。で、岩崎はどっちかっていうと、IBM 出身でありますけれども、どちらかというといやプロ経営者ですね。で、技術者というものではないです。で、根本は完全に技術者ですね。ですから本当にあのバランスが取れているのはそうなんですけども、いわゆる両輪として、まあ、全体の企業経営全体を見ながらも現場を見ていく人間を配置しているということで、こういったペアで代表者2名という会社としてやらせていただいております。で、2名の代表者の中で、我々経営を進めておりますけども、さあどういった会社に今なっているかという、若干会社指揮法の抜き出し項目ですけども、資本金は25億で、我々のこの受託開発をしている独立系の会社の中では、ほぼ中堅の規模の資本金規模だと思いますが、我々の資本金という規模は実はとても大事で、お客様からの B2B の場合の受注をするときが非常に余震に非常に重要な鍵を握る資本になっています。それから現状我々本社は品川駅前にありまして、品川インターシティ、ビルの中で3フロアを使わせていただいております。で、現在グループ会社は子会社が11社で、全14社というグループ経営をしています。で、従業員は2000名ちょっとといったところで、なかなか近年伸びにくくなってますけども、現状なんとか2000名体制を確保できているということであります。で、プロフィールの2番目、平均年齢は37ですから、もう少し本来ですと若い方が良いとは思いますが、どうしても1年に1歳ずつ年を取っていく中で新卒採用が難しいとなってくると、どうしても平均年齢が少し下がっていくという状態ではあります。で、働き方改革で非常に中よく注目されるのはこの時間外労働とか有給消化率なんですけども、ここはなんとか我々その生産性の改善ですとか、人事総務の働き方によってだいぶ労働時間は減らしてきました。
ですので、IT 業界という中では比較的労働時間数、特に時間外労働が多分少ない方だと。1日1時間やったとしても20時間ですから、それ以外は低いですよね。で、有給消化は100を目指してますので、なかなか難しいんですけど、なんとか8割を超えているということで、まあ、厚生労働省はね、7割以上とか言ってますけども、まあ、なんとかここはクリアはできています。で、年間給与のところが平均給与が若干低めですね。我々の協会ですと、もう一言欲しいぐらいなんですけど、ちょっとまだ伸び悩んでいる部分があります。ただこの平均の年間給与というのは、実は人の引き合いには非常に大事な競争のもとなので、我々もここについてはしっかりと考えていかなきゃいけないポイントかなと思います。で、我々の現状の市場ですけども、まあ、すぐご存じ通り東証一部で証券コード4674で証券コードがしっかり動いていただきたいなと思うんですけども、アコゼミは1200株で、単元が100で、ただ非常に我々の株式は流通度が低いんですよね。流通するから使用少ないものですから、どうしても出来高がやはり低めといったところで、ボラティリティにまだまだ課題があるという感じだと思います。で、株価で直近ですと、まあ、3000円いったり超えたりちょっと下がったりぐらいうろうろしている状況ではありますが、時価総額自体は350億円前後、かなり400億円の中でこう今推移していると思います。我々目標の中でやはり、ね、500億円を超えたいというふうに思っておりますけども、まあ、やはり利益とのバランスから考えていくと、もう少し我々として努力をしていると思います。で、最近の株価の推移だけ見てしまうとですね、非常にこう凸凹が激しいのと、まあ、これは皆さんもこの通り、去年年末にグッと上がった後にグッと下がってですね、あと年明けたところの厳しいスタートになっておりますので、なかなか我々のその企業そのものの動くのパワーと株価はこんな一つマッチをしてない気は正直私はしております。ただどうしてもその人株当たり利益って考えて EPS を考えた場合には、やはり若干やっぱり我々には収益性がやっぱりまだ課題になるのかなと正直感じている部分ではございますので、後ほど ROE の話をさせていただきますけども、やはり我々とするとやはり収益性というところをやっぱりポイントにですね、やはり経営をやらなきゃいけないなというふうに改めて感じております。かつ後ほど話しますけど、我々の業界、特にソフトウェアを作るというのは非常にリスクが高い仕事です。ですので、非常にその今年で言えば第1クォーターに赤字プロジェクトを5つ出して、それが利益を1億円以上減らしてしまった原因にはなっているんですけれども、やはりこの物を作るところのリスクの怖さというのは改めて今年はやっぱり感じているんですね。ですからプロジェクトというその単位で仕事をしていますけれども、うまくいけば本当に利益がしっかり出てですね、収益性が高く維持できるんですけれども、一旦こうプロジェクトを失敗してしまうものが出てくると、その引き消しだけで時間がかかって、で引き消しの間に新しい受注がしづらくなるというその負の連鎖がどうしても出てしまう状態なものですから、やはり今年はそこが1級でスタート時に失敗しました。やはり我々とするとやっぱりそのいつも原点に帰ってはおりますけれども、そのプロジェクトという仕事の単位の中での仕事の正確さとか、制度をしっかり守って約束ごと守るということの当たり前のところをですね、やっぱしっかりやらないと、難しいなというふうに考えております。まあ、そういう中でも我々は非常に恵まれている点がありまして、実はお客様の数がすごく多いんですね。で、我々はお客様が一回お客様に新規になっていただいてからほとんど切れるお客様がないんですね。取引額が小さくても継続を何とかしていただくことが非常に多くてですね、おかげさまで500社は大体経常的にお客様として取引させていただいていると。それもですね、特定の業種業態になるべく寄らないように努力してまいりましたので、非常にいろんな業種業態のお客様がいらっしゃいます。まあ、これはですね、ひっくり返しますとリスクの分散になりましてですね、全てのお客様が一斉にその景気の悪さの中でですね、来期投資がなくなるってことはリーマンショックが起こらない限りまず起きません。ですので、
その業種、業態の幅広さをうまく使いながら、その景気の波を吸収していこうという経営体制は創業から取っています。ですので、お客様の数ですとか、我々がやっているセグメントの中でのソフトウェアと組み込みということの、その組み合わせをうまくやりながらですね、ポートフォリオっていうのをお客様の中で作らせていただく中で、事業経営をそして安定させていくということを心がけている会社でございます。特に業績のマイナス影響を最小限にするにはですね、その毎年事業ポートフォリオを変えるということが、まあ、あれに対するやり方になります。で、その事業ポートフォリオを変える中で、社員の構成をいじって、まあ、当然人事異動も含めて、今年はこういうお客様の体制からこういう人の配置でいこうというのをこう毎年やっていく会社でございます。ですので、多ければ本当に年にですね、2回以上人事異動をやりますし、少なくとも年に1回は大きな異動をやりますので、ぜひ今後もですね、我々の会社さん、会社をご注目いただくのであれば、クレスコから出す、人事の発表だけではなくて、少しこうお知らせって毎年我々と半年ごとにやってるんですよ。ぜひ見ていただいて、どんな風に組織がなくなって、何がなくなって何が増えたのか。これは実はクレスコの事業の経営の方向感を実は組織図で示しているようなものなんですね。あと組織図の中で使っている組織名、これが実際に我々が腹を決める方向感で結構組織名を変えています。今年であれば例えば AI に勝負しようと思えば AI を つけた部門がありますし、 IoT という言葉も IoT を頭につけた部門が出てきます。ですので、そういったテーマ性も持った組織になっていますので、ぜひ今後もご注目いただければ幸いでございます。では、本丸の今度実際のビジネスですね。まあ、今外見の話が多いですけども、この実際のビジネスです。で、まず我々のビジネスは大きく分けて省流が2つです。で、非常にシンプルな省流なんですけども、カタカナで書いてますけども、簡単に言ってしまうと、お客様が直接一時で仕事を受けるか、下請けで仕事を受けるかというその差ですね。で、オレンジ色の方が下請けになるんですけども、この我々はどこから受けるとなると、一番多いのは日本 IBM から仕事を受けるケースが一番多い。次に大体多いのはですと、日立ですとか、あとは NTT データですとか、まあ、そういった大手の IT ベンダーと言われるところからのお仕事を受けてやるケースと、直接お客様が受けるケースということで、大体大きく日本だけでやっていきます。で、このバランスも利益率に大きく影響しますので、基本的にはこの緑に書いてあるような一時受けの仕事をなるべく多くしていきましょうという方向感でやっていることはございます。ただ、どっちが絶対的にいいということはないので、当然仕事の中の中身の問題であったり、そのリスクの度合い、仕事によってリスクの度合いが違う、そのリスクの度合いによってはこれを選択をするというケースもありますので、どっちがいい悪いという話ではないですが、それの収益性で考えた場合には緑色が比較的利益が取りやすいということはあります。で、次に今度は実際にそれ省流があったとしても、今度は契約形態によっては全く利益が変わってしまいます。ですので、今後2020年に向けては民法が改正になるので、実はこの仕事の仕方もだんだんできなくなってくるんですね。ですから IT 業界は今後この仕事の契約形態を民法改正によってどうするかということを真剣に考えているのがこの2年の勝負ですね。で、特に真ん中の SES とカタカナでローマ字で書いてある仕事の仕方が多分できなくなる。そうなった場合には派遣という形で仕事をするのか、受け入れという形でお客様の仕事をそのままリスクも大きいけども利益も大きい方の仕事にシフトするのか、緑に行くのかオレンジに行くかということに、だんだん我々もこの2年間で腹を決めなくちゃいけなくなってきています。ですから、ね、今回の民法改正は非常に我々の業界にインパクトを大きい改正になりましたというのが実態です。いずれにしてもこの契約形態を変えるだけでも利益率が大きく変わってくるという会社でございます。実際に今度入った会社はどういう仕事、受注した仕事をどうやって広げて、さっき申し上げたような親会社の会社に維持をしていくのかと。
で非常にシンプルな話で恐縮なんですけども、当たり前だろうと思われるんですけど、この当たり前をしっかりやるのが意外と難しいんですね。でまずは本当に小さく流行らせていただいて、毎年少しずつ人数を増やさせていただいて、仕事の分量を増やしていく。このケースが一番クレソで多いパターン。最初は本当に派遣で一人二人で入らせていただいて、翌年は派遣から今度受け入れにやらせていただく、もしくは違う契約で入らせていただくということで、お客様の中での信用度合いを少しずつ広げていく中で、一つの部署以外の仕事もさせていただくといった形で、最終的にはいろんな一つの会社の中でもいろんな部署の仕事に多岐にわたってやらせていただくと。あとは我々のお客様はなんとかグループを作るの、このいろんな子会社をお持ちの会社さんが結構多いので、今度その会社さんを紹介いただく中で、そのグループ内の中でのいろんな会社の仕事をさせていただくということが、我々の一つの仕事の拡大の仕方です。もう一つは開発が終わらない状況になっているものですね。これは通常システムというのは1回作ったはい終わりというケースは実はほとんどないです。作っても当然陳腐化する部分が立ってたり、あとは、最近ですと、ちょっと有責な状況ですけども、Windows っていうものが今7っていうのが来年サポート終わるんですけども、2020年サポート終わるんですけども、じゃあ Windows 7から Windows 10に変えましょうとなってくると、インフラだけがまた変わってしまったり、基本的なインフラが変わってしまうと1回作ったものをもう1回作り直さないと動かなくなる。あとは作ったものが今までですとコンピューターベースでやってたものを今度はタブレットベースにしたいとなってくると、実際に動くものと動かない部分が出てきます。ですので作ったシステムっていうのは時代の背景だったり、その技術的な革新の中で使えなくなってくるものが多々あります。ですので開発っていうのが終わっていかない。あとは最初にフルで作るケースはなかなかないので、だんだん追加機能を増やしていったりするケースですから、こういった形でプロジェクトをずっと継続するっていうのは保守という言い方をしていますけれども、それと保守開発っていうことが大体6割7割クロスコで占めていると思いますけれども、こういった形でお客さんを切らないでいくといったことも一つの仕事の拡大の仕方です。で3番目、これが最近この業界で流行っているやり方です。知的財産っていう言葉を使っていますけれども、特許等を取りながらですね、通常ですと我々の仕事っていうのは、古社元って最初にお話ししましたけど、一つの会社のためにものを作ってるんですけども、そうなると非常に無駄も多いので、 A 社で作ったものを B 社でも使ってしまうというわけなんですね。だから通常で言うと著作権の問題で引っかかってしまうので、それをそうならない形で知的財産という形で、技術を展開しましょうというやり方をしている。これによって我々のフォームを作る手間が若干できますし、提供する価格も下げることができますし、スピードが速くなるので、実際にはこの3番の横展開形式のやり方って非常に今この業界で競争になっています。で会社によってはこれを本当に特許という形で外に公表してですね、自分たちの競争力をこうアピールしていきますけれども、中にはノウハウという形で取得して、見えない形にして競争するケースもありますけれども、こういった横展開的ケースが非常に今多い。特に皆さんよくそうなるかもしれないクラウドという形のサービスの提供仕方、インターネットからしてサービスを提供するというやり方は非常にこれに適しています。ですので使う方も作らなくても使うだけで済むようなシステムが増えてきているので、 IT という中の投資の仕方もだいぶ変化したというのは現状であります。この3番が非常にそういったことを助長しています。そういう中で我々おかげさまで年間のプロジェクトが800個から1000個ぐらいのプロジェクトが全体年間で動いています。ですから250名ぐらいのプロジェクトマネージャーが大体800個から1000個ぐらいのプロジェクトを年間こなして、それを積み重ねて収益が上がっている会社であります。ですから我々やはりいかにお客様を抱え込んだら少なくともリピートをしっかり取っていくことが、まずは営業を安定させることということを大事にしております。大体およそ今9割は今リピートのお客様になります。ですから当然新規も取りながら常に大体これぐらいのプロジェクトボリュームをやれるような形でやっていこうという方向感であります。で今度はプロジェクトをどうやって収益を出すかという今日のテーマですけれども、
っぱり利益率を高くしないと当然皆様に還元するものを含めて増やすことができないので、どうやって利益率を上げましょうかと。でとにかく我々の業界の中では平均的に 7% か 8% の営業利益率が平均してだいぶ上がってきています。3、4年前は 6% 台だったら大体 7、8% 当たり前で 10% 言ってもあまり珍しくなくなってきています。ですから我々もその2桁の営業利益をどうやって維持するのか、これもっともっと利益を獲得するにはどうすればいいのかということを、3つの点で、カバーしようと思っています。まず1つ目は先ほど申し上げた1000個ぐらいのプロジェクト、1つ1つのプロジェクトの共通の目標利益率を増やすと。プロジェクトごとに目標利益をバラバラにすること自体が非常にリスクが大きいので、どのプロジェクトを取っても最低な利益率を決めていくということで、それが達成しにくいプロジェクトは基本的に受注しないというやり方になります。ですので、これによってスタート時の、目標利益を極端に低いものは外すよ。ただ制作プロジェクトは別ですので、それ以外の通常のプロジェクトはだいたい28から30%ぐらいの利益率を目指して目標利益を設定します。で当然販管費とか減っていきますので、営業利益率がだいたい 10% 超えぐらいがだいたい確保できるかなと想定でやっていきます。あとは今度はプロジェクトを始めちゃうとですね、なかなかコントロールが難しいので、受注をするときのレビューと言いますけど、受注するときの審査、これを徹底的にまずやると。ですからここをいい加減にやるとですね、結局始めてあまずいよってなったとき大体もう非売ですね、赤字プロジェクトになるケースがあります。ですから始めちゃう前にまずはこの仕事をやるべきなのか否かということを徹底的に議論すると、それから受注を決めますと。これを我々の業界では選別受注という言葉を使っていますけれども、とにかくこの選別受注を徹底してやるということが重要だと考えております。で今度は始めたからどうするかと、散々考えて始めたけども、じゃあほったらかしても大丈夫かということでは全然ないです。で特にプロジェクトは、最近のプロジェクトでは本当に感じているのは、始めてみないとわからないのが正直多いプロジェクトです。やってみてわかることは本当に多いです。これひっくり返していくと、10年前のプロジェクトというのはある程度物を作る前にきちっと本当に設計がしやすくて見通しがしやすかったんですけども、昨今のプロジェクトというのは技術的な問題もあるんですけども、正直曖昧な部分がどうしても入ったままやらざるを得ない仕事が本当に増えています。ですので当然最初に見抜けなかったことが真ん中ぐらいから見えてきたりするケースが結構あるんですね。ですからやはりプロジェクトというのは始めてからのそのチェックが実は非常に大事です。今回それを我々第一クォーターで一部失敗してですね、赤字プロジェクトになってしまいましたけども、やはりこのスタートしたプロジェクトをいかに横串の中できちんとチェックするかということが大事ですね。ですからこの管理プロジェクトっていうことをきちんと見抜いてですね、下振れリスクが高いプロジェクトを早めに探し出すといったことをとにかく徹底するということで、あとはですね、最終的に皆様のご関心のある収益性に直結するものっていうのは、我々のソフトウェアでは品質なんですね。品質の悪いものをお客さんに納めることができないということですね。当然それ売り上げが上がれませんし、お客さんが納得するまで品質を保つためには当然コストをかけなきゃいけないので、ある程度コストを超えてしまえば当然赤字になります。ですのでこの品質っていうことが我々の業界の中では非常に神経質になるような言葉です。でまずは繰り返しになっちゃうところがありますけども、とにかく早く問題点を見つけるための仕組み作りをしっかりと会社になっていますね。でこれは当然部門っていう仕組みもありますけれども、一番大事なのはそこにいる人がどうやって見ることができるかっていう。ですから我々はその品質管理にはベテランの社員を配置しています。要は本来は稼げる人をあえて外して間接人員に入れてプロジェクトを横伏してみてもらうということで、嗅覚が鋭い人をしっかりと品質管理に持っていっています。
それから実際に今度収益性に執着心がないとどうやっても会社の収益性って悪くなっちゃうんですよ。でどうやったらこの収益に執念が持てるかっていうのを2011年から本当にコツコツやってですね、まあ、行き着いたのはどれだけのマネージャーを全員管理職にしましょう、で数字責任をしっかりと追いましょうと、追わせましょうと、簡単に言ってしまうと人事制度とぴったりとくっついてます。ですので収益性を上げないということは当然見返りも少なくなるっていう制度になってますので、とにかく収益に執着することの意味ということを社員に知らしめることを2011年から徹底的にやってきました。でこれがようやく5年ぐらいでだいたい定着してきて、ここ3年ぐらいで何とかそれが会社の中での普通の考え方になってきました。ようやく利益率っていうことの意味が社員に本当の意味では伝わってきましたし、利益率の意味が経営に対するインパクトがどういう意味を持つのかっていうことが社員にようやく伝わり始めているのでやはり10年近くかかるなというふうには思っています。だからこういった収益に責任を持つっていう考え方はプロジェクトマネージャーが持っていくとですね、プロジェクトのメンバーそのものが全員こういった発想になっているものを考えるようになって、そうなってくるとようやく生産性という言葉に本当の意味で着手できるなと思っています。そういった意味ではまだまだこれからですね、ここにしっかり入っていければ現状の利益率をもっと上に伸ばせるなと思っていますが、ようやく入り口に立ったんじゃないかなと思います。あとは実際にトラブルが起きてしまった場合の火消しのスピードを上げる。で今回も第1クォーターで5つのプロジェクト費用費が上がってしまいましたけども、なんとか第1クォーターで5つのうち4つはほぼ消し止めましたし、2級でほぼほぼ消せたので、過去のプレスコでいくともっと減らすとずるずるいった可能性があるんですけども、そういった意味でだいぶ火消しは上手にはなってきたかなと、まあ、思ってますが、費用上がらないようにすることが大事です。まだまだ我々にしてはやっぱりこの不具合と進捗管理はまだまだ我々として課題が多いなというのは私は反省していております。ですから会社が30年で今31年目ですけども、それでもようやくそういうことに気づいている、ようやくそこに来ましたので、やはりこのものづくりの会社の難しさがやっぱり本当に私24年いますけども改めて大変だなと。ですから目に見えないものをとにかく我々が作るっていうのが多いし、技術の革新が早いので、その新しい技術を吸収しながら実際にそれを使ってものを作るっていうことは、これ言葉で言うととても優しく聞こえちゃうかもしれませんけど、技術者の一人一人の立場に戻っていくとものすごく苦痛です。新しいことをその場で吸収してやったことないことをやって、かつそれを成功させなければいけないというプレッシャーですね。これは生半可なプレッシャーではないです。でかつ今は人が少なくなってきているので、少ない人の中でやることは増えてきて、でお客様の要求度は毎年上がっているという、こういったプレッシャーの中でどうやって笑ってしまってするのかといった働き方改革というのは本当の意味で大変です。ですけども、やはりそういった中に挑戦する中で、これがお話しするその我々業績を上げてきたということは、その自信にはなっています。で業績の話をさせます。でこれは先ほど申し上げた第2級までの話です。で、まあ、ここ貯金5年しか書いてません、10年しか書いてませんけども、現状右肩上がりで成長はしてきておりますが、若干この3年、ここ直近3年ぐらい、今期で3年ぐらいは若干収益性が多分落ちてきているように見えると思います。でこれは我々11年から15年というのはある程度急成長させるという目的、元々のその目的を持ってやってるので、だいたい2割2桁成長をずっと5年間しましたけど、その後今人づくりですとか組織づくりですとかに今はどっちかというとシフトしている3年になって、若干利益率はモデレートな穏やかな動きになっているんですが、一番これは我々の中期経営計画で見た場合にはほぼ計画通りの動きにはなっています。ただ若干ちょっと想定よりも、まあ、今期も含めて収益性が若干今悪化してますので、そのあたりをやはり我々想定にやはり
気をつけなきゃいけない部分であるとは思っております。まあ、現状あの増収は続けてますが、若干ちょっと減益傾向がちょっと心がついてしまったりというのは感じになっています。ただまあ長い目で見るのは 8P 連続増収増益できてますので、まあ、今期も あと第4クォーターが残ってますけども、しっかりとやり遂げて目標達成して増収増益という形で終わらせるようにやってまいりたいと思っております。でクレスコのですね、このセグメントですけども、これは細かくご説明できないんですけども、ソフトウェアという我々が呼んでいるのはビジネス向けのところで、銀行を中心にした金融の仕事と公共サービスといわれるような分野と流通という分野がクレスコのソフトウェア開発のメインのお客様であります。でもう一つの組み込みと言われるようなこういう電子機器の中に入っているものですね。そういったものはクレスコの場合は一部スマートフォンの仕事をやってますが、今多いのはカーエレクトニクスと言われている車の分野の、車でも自動運転とかというものではなくて、スピードメーターのメーターの部分にデジタル表示を作るところですとか、あとはそのカーオーディオのオーディオの部分の中心になる表示される画面があるんです。その画面をコントロールする制御部分の仕事を思い出せるといわれています。あとは情報家電等というところでは比較的多いのはソニーグループのテレビとかカメラとか、そういった部分の仕事をやらせていただいております。で、結構この組み込みの部分ですと比較的我々がやったものを多分皆様使っていただいている確率が多分ものすごく高い。まあ、そういった中でですね、一応どういった経営環境かっていう、まあ、今後の我々がどう世の中見てるかっていうことの話をさせていただきますけど、紙にはざっくりとしか書いてませんけども、テーマは5つなんですよ。でこれは、まあ、聞いたことあるなって言葉があると思いますけども、一つはセキュリティですね。で次が、まあ、ちょっと前から使ってる言葉ですが、クラウドコンピューティングですね。それから次がキャッシュレスですね。キャッシュレス決済って言いますね。あとは 5G ですね。あとは AI だと思いますね。で、まあ、こういった成長テーマっていう中で、さあどうやってそれを実際のお客様のシステムに組み込んだものを我々から提供できるかっていうところの競争を我々はやっていかなければいけないと思います。いずれにしても方向感でいくと、製造業も非製造業も基本的には IT 投資から見ても1、2段階見ていても分かりますけども、ほぼ微増しています。少なくとも2020年ちょっと過ぎまではいきますね。で金融が去年あまり良くなくて底打ちしてる感じがしますので、今年が多分金融関係の IT 投資は一旦底打ちしてくる、これから上がってくると思います。で特に金融の銀行についても、銀行さんもこれは日経新聞さんにも見に来ましたけども、多分メガバンクさんもそろそろクラウドにシステムを移行し始めています。今までですとクラウドではなくて自社にシステムを持っているんですけども、自社でコンピューターシステムを持っていると重いですし、非常に経費がかかります、ね。まあ、そういったものをクラウドに少し持っていける部分のシステムをどんどん移行していくということが今年から徐々にスタートしています。ですのでクレスコも銀行メガバンクさんについては比較的強い方なので、そこも我々としては事業として経費なのかなと思います。で先ほど申し上げた5つの成長テーマの中で、我々は引き続き、現状のお客様プラスアルファで、拡大してまいりたいなと。で、まあ、今期の業績見通しについては、先ほど申し上げた若干モデレートかもしれませんけども、増収増益は成し遂げたいと思っております。まあこれ以降のね、そのよく中期この部分以降どうするんですかって聞かれるんですけども、現状今中期経営計画の策定中であります。ですので、多分我々もまだ社内には発表されておりませんので、我々も実際それを聞くのは多分3月の時期だと思いますので、皆様にお話できるのは多分4月以降ですから、まあ、来期の、今期の期末の発表も5月の連休明けといったところになると思います。
多分次の中継は多分想定でいくと、まあ、今のこの直近3年はモデレートな計画になってますけども20年、19年、20年、21年っていうのは比較的もう一回飛躍していこうかなというタイプの方向感になりますね。でちょうどシステムの投資のピークが多分世の中として見てますのは19年、20年、21年なんですね。ここがいろんな、まあ、真ん中にオリンピックが来ますけどもいろんなイベントがあるというね、IT 投資が盛んになる。プラスいろんな古いシステムがそろそろ陳腐化する限界というのが20年、21年です。ですので、ちょうどこの今年ぐらいから3年ぐらいっていうのが入れ替え時期のシステムです。で、かつ競争力は国際競争力を上げましょうっていう、まあ、国がらみの国策も含めていくと IT 投資が非常に盛んになるであろうという時期がありますので、まあ、この新潟のモデレートさを少しでも急勾配にできるように頑張ってまいりたいなと思っております。で最後に KCO と株主還元になります。で KCO ですけども我々は指標として ROE を持っているわけではありません。 ROE はありきではないんですけどもこれそこで考えているのは基本的に ROE を上げるために何が大事かというとこの収益性の方ですね。これまず収益とにかく収益性を上げていくことと、まあ、昨今の資本コストの問題もクローズアップされてますけども、やはり資本の効率性というところをもう少し我々今まで以上にちょっと考えていきたいなと。で特にこの資本の効率の部分では我々も当然子会社、グループ会社14社ありますけども、このあたりの投資効率も考えなきゃいけないといったところでありますので、まあ、少ない経営資源をどううまく活用するかということの収益性の問題と同時に資本効率をもう少し上げていくということですね。そういう形で、まあ、結果として ROE をもう少し伸ばしていければというふうに思っておりますし、まあ、それによって剰余金を増やしながら皆様の配当も増やしてまいりたいなと思っております。で株主還元ですけども基本的に我々は株主優待は行っていないっていうのが現状でありまして現状を行う方向かというのは現状はありません。まあ、今後未来に向けては分かりませんけど現状は株主優待は行わない、基本的に配当でお返しをしたいなと。1円でも2円でも少しでも多く増配させていただきたいなという方向の会社であります。で去年は30周年の記念杯がありましたので今年はグラフだけ見ると見劣りするんですけども、まあ、それを記念杯に除いてしまえば、まあ、気持ちですけども増配ということになっています。ですので一応この我々の配当成功は一応単体ベースですと当期純利益の 10% 相当メドということが方向感は全く変わっておりませんので、まあ、当面この株主の還元方針のまま動きたいと思っております。ここでちょうど多分時間になりましたので、私のご説明は終了したいと思います。ありがとうございました。